どうしもです。ケンケンでーす。中国ババア、延長高い。中国ババア最近増えたね。繁華街に行くと、お兄ちゃんマッサージいかがですかって声かける頻度が増えたんよ、ね。ここ札幌なんですけど、すすきのいないのよ。ガールズバーいかがですかはいるんだけど、いますね。マッサージいかがですかがマジで北海道いないのよ。前さ、友達がついてってさ、5万円払ってたよ。相場が3000円で、3000円払って入ったら延長追加されていって、最終5万円払ったみたい。今回はですね、KCGI っていうのがね、いよいよ始まりますんで、そのままの話していこうと。KCGI っていうのはビットゲットさんのイベントで、1年間を通して一番力を入れているイベントってことで、キングスカップグローバルインビテーションっていうので、KCGI っていうんですけどね、賞金総額は500万ドルと。いや、凄まじいですね。賞金総額5万ドル、500万ドルだったら、7、8億ぐらい。8億ぐらいをみんなで分け合いましょうやっていう。以外にも、商品がやばいよね。優勝商品がなんと、フェラーリ。フェラーリ。次が、メッシ選手とお揃いのロレックスらしい。ロレックスやばいからね。昔と値段が全然違う。昔ってロレックスって全然ね、数十万円で買えてたけど。デートなだけ100万超えるよねみたいな印象だったのが、うん、今はさ、全部100万超えるよ。この前、たまたまヨドバシカメラ行ったら、定価150万円って書いてるけど、書いてるの220万ぐらい。プレネがついてない。そんなロレックスがもらえるってことはですね、はい、まあやばいよ。で、あとは、メッシ選手のね、サイン入りのサッカーボールが、サッカーボール。当たるみたいですよ。シェイさんももらってましたね、シェイさんも。もらってるけど、俺がもらったやつの方がいいやつだよ。俺もらったやつは、ワールドカップのボールじゃん。アルゼンチンとフランスだ、はい、決勝とかで使われてたそのサッカーボールで、しかもその時ってね、メッシ選手率いるアルゼンチン優勝してるじゃん、優勝しましたね、のボールなんで、俺の方が価値が多分高いんだけど、うん、それとは別で、はい、オリジナルボールがね、オリジナルボールにメッシ選手がサインをしてくれたみたいで、うん、まあ、それがもらえたり、はい、あとユニフォームがもらえるみたいよ、うん、ユニフォームね、欲しいんだよね。ユニフォームはもらってんだけど、サイン入り、あ、サインないの？入ってなさそうっすよ。あ、サイン入ってないやん、はい、入ってないんだったら、うん、まあ、まあ、欲しいっちゃ欲しいけど、まああと、ビットゲットグッズも、ね、ですね、もらえたりする。フェラーリとかロレックスとかすごいやん。ある程度取引した人が抽選でできるから、はい、フェラーリ当たってやばいやん。6万 USDT。うん、取引料6万 USDT 楽勝だから。1ビット先物でロング入れて、決済したらもう行くでしょ。0.5 ビット入れて、決済したらもう往復で6万行くから、もう絶対これ抽選参加した方がいいよね。1年前に KCGI さん、これ動画でも KCGI 撮ってると思うんですけど、撮りましたね、商品覚えてる一番です。ヘリコプター、ね、ヘリコプターですかね。現に俺もさ、相当もらってるもんだけど、Apple Watch とか、はい、iPad とか、はい、もうなんか PS5 何個もらったかわからんし、Nintendo Switch も何個もらったかわからんし、最近さ、そのピザデイイベントとかもあって、ありましたね。ピザデイイベントとかの商品やべえもん。南極旅行でしょ。夢の南極旅行。第2位が大谷翔平ツアーでしょ。あ、第2位で同額がバイクでしょ、ホンダのバイク。まあ、ビトンとか、カメラとか、iPhone 最新とか、ゴルフグッズとか、最近ビットゲット大丈夫っていうぐらい商品出してる。儲かってますね。相当儲かってるでしょ。相当儲かってると思うよ。相当儲かってます。その KCGI ですけれども、はい、まあ参加するの。あ、そうですね。シモさんのチームで。参加にあたってどっかのチームに入らないといけないんですよ。はいはい、これ見てるあなたも僕のチームにぜひ入っていただければなと思うんですけど、僕のチーム入りたいなと思ったら、キャプテン名がシモンで、チーム名がドエスカイっていうのがね、ありますので、それをね、調べてもらって、参加していただければ僕らチームなんですけど、この KCGI ってチームバトルがある、うん。チームの取引量とかね、取引高がどれくらいあるのかとか、収益率とかね、そういうところとかでチームで競い合うっていうのがまずあるので、いいチーム入った方がいいじゃないですか。そうですね。で、僕、いいチーム。それ以外でも個人戦もあるんですよ。あとは、新人戦とかもあるね。登録して間もないですとかよくわかりませんっていう人とかでもチャンスがあるようなものがあったり。うん、はい。で、あとは、デイリータスクってあって、1日1日でなんか、そのタスクがあってクリアしたら、タスクに応じてエアドロップをもらえるとか。それとは別に、応援キャンペーンっていうのがあって、抽選があって、まあ、ニンテンドースイッチとか、スケボーとかね、そういうものがもらえたり、BGB のエアドロがあったり、あとは入金応援キャンペーンって言って、入金した人に対して、まあ、チャンスがあるとか、そういうような感じで盛りだくさんですね。詳しくは、ね、ホームページ見ていただければと思うんですけど、いろいろとメリットがあると思うので、ね、ぜひチャレンジしてほしいなというふうに思います。はい。フェラーリ当たる可能性があるっていうのは面白いですよね。3000万とかするじゃん、普通に。ラフェラーリとか来ると何億じゃん。やばいよね。もらったら、センさん乗るんですか？いや、俺は乗ると思うね。フェラーリだったら。ヘリコプターだったら売るかなと思う。フェラーリが当たる可能性って、少なからず KCGI 参加者の中で、6万 USDT 取引
費してる人の中でやるわけやから、うん、確率って現実的な範疇だと思うんだよね。チーム100人とかいた場合さ、600分の1当たるでしょ、うん、やばくない？やばいですね。であとその僕のチームに入ってくれる人に対して今回初めてね特設 LINE っていうのを作ろうと思ったんですよ。 KCGI の、 あのお得な情報とかね最新情報みたいなのをお届けしたり、うん、自分自身実はですね結構トレードをやっててかなりですね知識が ある方だと思います。スキルもある方だと思います。だからまあちょっとそこら辺でどうやったら FX で収益が出せるのかとかそれも結局チーム戦では重要になってくるじゃないですか。みんな勝たせてみんなが儲かっていけばチームとしての要は取引高も上がるし収益率も上がるし勝てる可能性がぐっと上がるのでまあみんなで勝っていこうよって感じで LINE で情報を提供していこうっていう風なことをね今回やっていこうと思いますので、もし僕のチームに入ったらね入ったよっていうことを連絡してくれたらですねその直接 LINE にご招待してですねみんなで稼いでいければなというふうに思いますのでそれも合わせてよろしくお願いします。はい、今ビットゲルさん飛ぶ鳥を落とす勢いでねもう本当にクリプト業界ガン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 上がってきてるけれども、うん、これからねビットゲルさん注目ですね、どのくらい行くんやろみたいな、うん、そうですね、はい、はい、っていう感じで、KCGI 頑張っていきましょう。それではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもし僕がフェラーリが当たりましたらシモンさんに売りつけます俺は買うの？はい、安いの？いや、わかんないです。で、それを YouTube に撮ったらそれで、また一本ネタになるじゃないですか。いくらで買わせることができるのかっていうのをちょっと撮っていきたいんで。まあ、テイクアウト安かったらいいけど、フェラーリってテイクアウト高いもんね、結構ね。ああ、ちょっと楽しみですね。ちょっとこの辺はちょっと走らせたいですね。いいね。はい。そんな感じです。ぜひご期待ください。